三溶は、異様の同素体の一つである。色は、チェリーレッドである。摂四440度、1333パスカルで、約10%の機械溶を含む。極低温では、個体として観測され、通常の条件では、八溶に変換される。構造と結合については、三溶とオゾンはよく似ている。どちらもオレ線形分子構造で半磁性を持つ。結合は、 S, s イコール s 二重結合と表されるが、その状況はより複雑である。SS 長はすべて等しく、191.70プラスマイナス 0.01PM である。中央の原子を挟む角度は117.36度プラスマイナス0.006度である。しかし、環状オゾンやシクロプロパンのように、単結合を介して、正三角形に原子が配置する環状 S3 では、 実験的に観察されるオレ線型構造に比べ低エネルギーと計算される。1908年にヒューゴエルトマンはこの物質をチオゾンと名付け液体用の大部分を構成しているという仮説を立てた。しかしその存在は1964年の J ベルコウィッツの実験まで証明されなかった。彼は質量分析を用いて機械用に S3 分子が含まれることを証明した。1、摂氏200度以上では、S3 は、機械用中でに異様に次ぐ割合を占める。液体用中では、この分子は、摂氏500度程度に温度が高くなるまで大きな割合を占めない。しかし、これらの小分子は、液体様の反応性に大きく貢献している。S3 は425ナノメートルに吸収ピークを持ち、ビブは、 青色光領域まで伸びている。S3 はガラス、または固体気ガスのマトリックスに埋め込まれた S3CL2 の光分解によっても生成される。S3 はイオの火山噴出物中に存在している。また、金星の大気中 S2 と S4 が熱平行に達する高度20から 30km でも見られると考えられている。金星大気低層の赤色は おそらく S3 によるものである。S3 は一酸化炭素と反応して、硫化カルボニルと二葉を生成する。任意の数のイオン原子を含む化合物の生成が可能である。通常の条件下では、S3 はほとんど見られないが、ラジカルアニオン S-3 は豊富に存在する。これは強烈な青色で、オゾニドとのアナロジーで、チオゾニドと呼ばれる。宝石のラピスラズリア、 ウルトラマリンと呼ばれる色素が取れる鉱物の青、イ石は S-3 を含んでいる。イブクラインが開発したインターナショナルクラインブルーも S-3 を含んでいる。オゾニドイオンと等価電子的である。青色は、イオン中で C2A2 が X2 バイト1電子状態にセニし、可視光の大々色領域に相当、数610から620ナノメートルに強い。 吸収体を持つのが原因である。ラマン周波数は 523cm-1 で 580cm-1 にもう一つの赤外線吸収がある。S-3 は 0.5GPA の圧力下の水溶液中で安定であり、沈み込みや高圧変成作用の起こる近くの深部で生成していると期待される。このイオンは おそらく熱水循環において、銅や金が移動するのに重要である。別のヨーラジカルイオンである s 6を含むリチウムヘキサスルフィドプトレシンのプトレシン溶媒和はアセトンと s 3の関連ドナー溶媒に乖離する。また、機械用をマトリックス中、アエンイオンで還元することでも s 3が得られる。マテリアルは乾燥させると強い青色になり、 痕跡量の水があると、緑色や黄色に変化する。これを作る。また別の方法としては、ヘキサメチルリン酸トリアミド中に溶解したポリスルフィドを用いる方法で、青色になる。また、イオーと湿った酸化マグネシウムを反応させる方法も、ある。S-3 の確認には、ラマン分光が用いられ、これは絵画を非破壊で分析するのにも用いられる。 対称伸縮が 549cm1、非対称伸縮が 585cm1、屈曲が 259cm1 体のバンドである。天然物質は S-2 を含むことがあり、これは390ナノメートルの高額吸収、590cm1 体のラマンバンドを持つ。トリスルフィド 4S2 から3は、ポリスルフィドの系列の一つである。 用差は107.88度曲がっている。三粒カストロンチウムの SS 結合の長さは 205PM で一重結合である。二塩解用と等電子的である。ありがとうございます。